アトリエの評判だいぶ良くなったみたい。そろそろ次の試験受けられそうかな。はい、終わりました。さて行き先は、してるのかな。サッカーをもう一声、850ね、お願い。わかりました、わかりました。あなたの熱意には負けましたよ。はい、850コールでお譲りします。どうせ誰にも売れないでしょうし、どうぞ。昔教わったんだ。買い物するときは値切れ、値切れなかったら買うなって。それはまた極端ですね。ところでそんなに値切って何を買ったんですか。それはね、とっても可愛いぬいぐるみだよ。ねえ、二人とも、マティアスのこと、正直どう思う？どう思うって聞かれても、悪い人じゃないんですけど、解消なし？わからなくはないかな。でも、面白いから私は好きだよ。面白い解消なしって完全にダメ男じゃないの。ダメ男ではあると思います。容赦ないわね。まあいまいち頼りがいがないものね。マティアスはああ見えて根は真面目だし、国のこともちゃんと考えてる。ただ、言い訳できないほど臆病で奥手なのよ。どうしてあんなになっちゃったのかしら。確かにそういうところはありますよね。何かきっかけがあれば治るのかな。
きっかけ。いいこと思いついた。今度双子ちゃんに協力してもらうことになるかも。え？協力？どんなことですか？それは内緒。期待して待っててね。いや、その微笑みじゃどうあがいても期待はできないです。心の準備はしといた方がいいかもね。お出かけ、お出かけ。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。どうする？ランクアップ試験受けてみる？では発表しましょう。 C ランクに上がるための試験はこれ。黒い魔物って絵の中にいるあれですか？実物を見たわけじゃないから何とも言えないけど、心当たりがあるならそうだと思うわ。絵の中で大きくて黒い魔物に襲われたってみんなが騒いでたのよね。何なんだろうね、あの魔物。絵の中ならどこにでもいる気がするけど。そう。でも他の錬金術師たちの安全のためによろしく頼んだわよ、双子ちゃん。
海賊は男の憧れさ。いくつになっても誰でもね。見つけた。やべえって、怖えって。全力だ。お助けします。逃がさないよ。決められるからな。
黒い魔物見っけ覚悟しろ。頑張らないとね。すごく痛いよ。眠れ。受けてみろ。お助けします。助けに助けに助けに痛いんだからね。そういえば、普通は虫が苦手なんだっけ。
少し無駄だよ。どうですか。ハッパラセン。その手に持ってるのは。見つけた。
にしないで。見つけたいことがあったら言ってね。
相手してやるよ。全力だ。消化していると、うわあ！くそ、滑りやすいところだな。わあ、やっぱり星の水晶の木だ。自分で何言ってるかわかんないや。ちょう！立ち止まってる暇はないよ。人生はあっという間なんだからね。
黒い魔物見っけ覚悟しろ。ずいぶんとお強そうですね。逃がさないよ。全力だ。守ってみせる。
見てると昔のイルちゃんも思い出すな。嬉しいけど、どの辺がですか？慎重なことじゃないですよね。相手してやるよ。全力だ。上がってきます。覚悟してね。かける。弱すぎて話にならない。
と残ってるのはどこだっけな。あんたはいつまでもうじうじしてなさい。あいだーっと、さすがにそれは、あ、この流れはまた。はーい、お邪魔するわよ、双子ちゃん。しゅん、やっぱり見事なまでの営業スマイル。あらやだ、また聞こえてた？もうちょっと声を抑えた方がいいのかしら。まあそれはおいおい考えるとして、双子ちゃんにまたお願いがあってきたのよ。はあ、今度は何でしょう。ズバリ二人に王家の試練を受けに行ってほしいの。はあ、正気か、姉貴。ええ、もちろん。王家の試練？すごい名前ですけど、それって一体？王家の試練は、この国の王になるための試練だ。試練を完遂した者は、王になる資格を得る。情けないマーティアスなんかより二人が王様になった方が100倍マシよ。というわけで双子ちゃん、準備ができ次第試練の場に向かってちょうだい。場所はマーティアスが知ってるから後で教えてもらってね。俺が教えるの？当たり前じゃない。さあ、文句は言わせないわよ。横暴だ。ごめんね。これが前に言った協力してもらうことなの。二人ともちょっとだけ付き合ってくれない？はい、何か考えがあるんですよね。それなら精一杯頑張ってきます。選択は面
最新の一品、新しいレシピ、これならいける。どんな材料選択は目が命。何があったのか教えてくれる？なるほど、ひどい依頼人さんもいたものだな。うん、私がちゃんと確認しなかったから。私でも引っかかってたよ。でも、でも、よし、二人とも釜と材料を貸してくれる？材料はこれとこれ。あとは思いっきりかき混ぜて、できた。はい、これで医薬金は払わなくて大丈夫。え、嘘でしょ、一瞬でこんなに。うん、ちゃんと100個あるはずだけど、一応数は数えてみてね。これからはちゃんと依頼書を確認するように。じゃあお薬を届けるだろうから、私はこれで。本当に100個ある。すごい、すごすぎるよ、ソフィーさん。かっこよかった。あんな大人に私もなれたら。じゃない、依頼品を届けに行かなきゃ。急ぐよリディ、報酬ポッてやるんだから。
全力だ。アタックします。守ってみせる。でこえーって逃がさないよ。面白い場所見っけ。スケッチしとこうかな。